はい、どうもこんにちは、山村です。もうね、その動画を見たことある人ほとんど残ってはいないと思うんですけど、これね、5年ぐらい前だと思うんですけど、5年ぐらい前に YouTube でレビューというか開封動画を出した僕のカバン、 The North Face の Big Shot 2っていうカバンなんですよ。 North Face の、まあ、バックパックですね、デイバックって言ってもいいですけどの、Big Shot 2っていう、製品です。で、そう、まあもう今更これを買おうなんて人はもうほぼいないと思うんですけど、ちょっとカバンを買い替えようかと思ってまして、それを機にこいつの、まあなんかね、5年ですよ、5年使用レビューですよ、をちょっと感想的にね喋っていこうかなと思っております。最近のノースフェイスで言うとランドセルみたいな、あの真四角のやつ、あれもいいっすよね。あれ結構みんな使ってますよね。でもなんか僕はビッグショット2の方が良かったですね。とちょうど僕が買い始めた、ちょうど僕がバックパッキング用のバックパックですよねを探してる時に、あのランドセルみたいなやつ出始めたんですよ。であれもいいなと思ったんだけど、内容量が小さくて確かやめたんですね。はい、1つ目、これすごくね、あのなんていうの、容量というかリットルがでかい、30リットルぐらい入るのかな。そうで結構入るんですよ、パンパンまで入れると。それがね、やっぱり良かったですね。なんか外でこう動き回ることが多くて、基本装備のなんか単位がどん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 でっかくなっていくんですけど、うん、全然ね、あの動き回るし、アウトドアブランドっていうこともあって、その背負い心地とか丈夫さみたいなとこがすげえ良かったなっていうのは一つ思いますね、うん、ひたすらタフでしたねこいつは。結構これでバックパッキングとか旅行とかこれ一個で行っちゃったりとかしたので、その時はねかなり良かったんですよ。いっぱい入ってる時とかね、そのチェストベルトとか、あとあのウエストベルトとかがもうデフォルトでついてるのはとっても良かったかな。これがあるだけで重量分散ができるんで、とってもこう重さをあまり感じにくい、重さをこう点に分散できるので、体をいろんな点に分散できるので、重さを感じづらかったっていうのはありますね。うん、あとはまあ何はともあれ、ここにPC スロットあることですね。ここに PC スロットあって、15インチぐらいまでは入ると思います。PC スロットの出し入れのしやすさとか、使いやすさっていうのはとっても良かったですね。まあいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、ちょっと今出しますね。間口がねやっぱりちょっと狭かったかな。いっぱいいっぱいまで開ければここまで開くんですけどね、こんな感じで。ただやっぱりこう中が黒くてかつ暗くなっちゃうっていうので、アクセスがしづらいことはちょっとあったかな。まあカバンここまでガバッと開けるの僕あんま好きじゃなくて、っていうのもこのバッグに関してはガバッと開けるの好きじゃなくて、でその理由は後で説明するんですけど、そうあんまりこういっぱい開けたくなかったんですよね。この辺だけで済ましたかったとか、あるいはもう少しこうアクセスがしやすかったらよかったんですけど、それはちょっと奥の方にあるものが分かんなくなっちゃうっていうのは、まあ、結構ままありましたね。なんでこいつガバッて開けたくなかったかってことなんですけど、ここにたくさんポケットついてるんですよ。ここにポケットついてる、でここになんかペンホルダーみたいなのが3本あって、でちっちゃなポケットが3つぐらいついてて、でここファスナーになってて、この中にも物を入れられるみたいな形になってるんですね。でこれはこれで使いやすかったんだけど、ここに物を いっぱい入れたいんですよ。なんでかっていうと、ここに物をいっぱい入れたいの、僕に行っちゃうと取れないから。でここにいっぱいいろんなものを収納していると、ここがどんどんこう膨らんできて重くなっちゃって、こう開けづらくなっちゃうんですよね、上が重いから。このポケットは良かったけど、このポケットにいっぱい物を入れることによって中に対してのアクセスが悪くなっちゃったっていう感じ。だから全体最適化が微妙だったんですね。あとはまあ一応フロントのこの辺にポケットがまあ2個ついてるんですけど、よっ、2個こうやってこうついてるんですよ、ここに。でこれはね、まあこれも良かったり悪かったりで、こういう形で縦にくっついてるんですよね。で開けっぱなしにしたことが多かった。なんかここに小物入れといて、こう取り出して、でなんかこう閉めるのを忘れて、ここからなんか物が落ちちゃったりとかすることが結構多くて、そのなんかね、使い勝手というか使いづらいポケットにはなっちゃってたかなとは思いますね。そのちょっと厚みがあるものをここに入れると、ちょっとこうなんかこの
見てくれというかフロントのこう形がきれあの汚くなっちゃったりとかデコボコしたりまたこう蓋が重くなっちゃったりこのカバーこうこっちのなんか布が重くなっちゃったりであんまり良くなかったかなですけれどももう旅行用カバンとかバックパッキング用カバンという意味ではもう申し分ない完成度ですね。で丈夫だし、まあ、若干その中がなんかこう中の裏地がちょっと剥がれてきたりとかしててもう割とボロボロなんですけどまだまだ使えるんで、もう旅行用とか海外旅行行く用とか、まあ、一人でこう旅する用とかっていう意味ではもうこれまだまだ使い続けられる製品とてもいい製品だと思いました。というわけで、長くなりましたけどもビッグショット2の、まあ、5年ですね5年使用レビューですね。多分10年は使えるかな、うん、このカバンはもうまだ形も崩れてないしこのままキープで行ってみたいと思います。で次のカバンなんですけれどもここに来ております。